ちゃ気持ちいいわけですよ。はい、どうもこんにちは、たましぐです。今日はですね、 ZX6R の後に GSX-R125 に乗ったら快適すぎるっていう件です。やっぱりね、ZX6R ね、やっぱり私の感覚の中ではね、重たいんですよ。でね、やっぱり乗車姿勢がしんどい。前傾きついですね、やっぱね。YZF-R6 よりも ZX6R の方が、まあ、前傾は優しいですよっていうね、話なんですけどね。それでもやっぱりね、ずっと乗ってると疲れますよね。GSX-R125 にね、改めて乗ってみると、それまで GSX-R125 のきついと思ってた乗車姿勢が全くきつくない。むしろ快適みたいなね、ちょうどいいんじゃねえぐらいのね、もうね、レベルに感じるようになってきちゃいましたね、なんかね。それだけ 6R は私にとって前傾姿勢がきついです。でね、やっぱり重いのもね、結構ね、効いてきますね。もうちょっとね、軽い方がやっぱいいかなってね、乗ってると感じちゃいますね、やっぱね。やっぱり取り回し重視ですよ。やっぱバイクは軽い方がいいっすね。こういうこと言ってる人が、大型と原付2種を2台持ってて、原付2種しか乗らなくなるわけですね。もうね、鳴らしも終わりましたからね、6R の方の。ほんとね、やっぱり GSX-R125 はね、いいですよ。軽くていいですよね。このね、目いっぱいね、引っ張って乗ってる感がね、やっぱり楽しいですよね。これまあ人によりけりなんでしょうけど、そんなのどうでもいいよって感じる人もね、当然いるでしょうけど、私はね、やっぱりあのエンジン回して乗るのがね、楽しいですよ。何のためにマニュアルのバイクに乗るのって言ったら、やっぱりエンジン回すからためですよね。エンジン回さないで低速で低回転でね、走ってればいいんだったら、オートマ乗ればいいやって感じになりますよね。車と同じ理屈で、そんな引っ張んねえんだったらオートマでいいじゃないですかみたいな、2000、3000しか使わねえんだったらねっていう、車だとそういう感じになるじゃないですか。やっぱりバイクでも一緒だと思うんですよね、私ね。まあオートマって言ったらスクーターしかないから、なかなかね、そういう面で、まあスクーター乗るわけいかねえから乗ってんだよって話もね、あるでしょうけどね。まあ人それぞれですよね、それはね。まあとにかくね、久しぶりに ZX6R から GSX-R125 に乗っていくと、めちゃ気持ちいいわけですよ。今日はね、ただその一言が言いたかっただけで、動画を回しました。はい、以上で今日の動画は終了します。今日は ZX6R の今日は ZX6R の後に GSX-R125 に乗ったら快適すぎるという話でした。はい、以上で終了です。どうもありがとうございました。